ってことはこの監視カメラ自体からもう通信機能があって、でそういういろんな情報をね中国の方に持ってかれて、うん、もうすでに日本も監視されてるんじゃないかっていう懸念の声もあってさ、結構よく聞きますね、うん、あのドローンとか今シェアがすごく中国強いので、そうそうそう、ドローンの映像とかは持ってかれてるんじゃないか、まあ、向こう法律があるんですよね、うん、あの企業に対して、うん、あの政府の言うことちゃんと聞けよって法律ができちゃったので、それ以降からすごい懸念されてます、うん、だから今のこの EV バスの件ももしかしたら、なんていうかな、このナビシステムとかそういったので衛星にねつながってて、はい、でいろんなもしか細かいこうカメラが仕組まれてたらさ、はい、それも含めていろんな情報が、吸われていくんじゃないかなっていうところもあるから、うん、これは十分日本もねあの警戒しないといけないところですね。ただそれが本当に悪用されるとまずい情報なのか、うん、でここまでは大丈夫だから中国製使おうとかっていうのはやっぱコストの面で考えると、うん、さっきの7000万と2000万ってさかなり大きいので、うん、そこは行政としてもやっぱり使いたいなって思っちゃうところも分からないではないんですよね、うん、だから使うは別に否定はしないけど、はい、今言ったみたいなそのチェックをね、うん、しっかりこうやって、隅々まで確認して、怪しい部分があったらその部分だけ日本製に切り替えるとかね、はい、そういう形で多少改造してでもまあ、使ってもいいかなっては僕は思いますね、うん、一郎さん、こんばんは、福島県いわき市から応援しております、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということでね、まあ、ちょっと関連した記事がね、最近気になってるんですけど、はい、今日米首脳会議でバイデンさんがね、はい、来てる、今日までいるのかな、今日帰ったのかな、どっかまた、韓国に移動したのか分かんないんですけど、まあ、バイデンさんがね台湾有事に関して、軍事的関与をするというふうな発言をした時にびっくりしたんだけど、 あそこまで言及すると思わなかったですね、うん、だけどそのすぐ数分後かな、1時間も経たないうちにホワイトハウス側から声明があって、はい、それはまあ、政府の見解ではないですみたいな、今まで通りです、変わりません、最近多いですねこういうのバイデンさんの発言に対してホワイトハウスが打ち消すみたいなだから、まあ、ああいうあそこもね民主主義国だから、はい、議会政治だからさ、うん、やっぱり、いくら総理、まあ、大統領といえどもね、そういう発言したら、まだそれは正式にね、議会で決まったことじゃないっていうことのことだと思うんだけど、でも発言すること自体とても重かったと思うし、それにすぐ中国が反応してね、うんうん、一つの中国っていう形を、アメリカは認めてたのに、そうじゃないような発言をしたってことで、いきなりね、中国からそういう形勢を受けたんだけど、まあ、それはいいと思うんだよね、うん、中国側もまあ、抑止力っていうかね、日本には、米軍がね駐留してて、簡単に台湾、取られたら、まあ、日本のこの尖閣あたりもね、巻き込まれるっていうことになるので、もうこれねあまりね日本の政治家とかピリピリ感がないっていうかさ、緊張感が全くなくて、うんうん、お花畑なところがもうとても僕は懸念してて、いつ何時本当にねある日突然そういうことが、起こるかもしれないっていうことを考えないとさ、はい、日本国の防衛としてね、うん、それがねできてないっていうのがすごくこう不安でしょうがないんだよね。だからそうなった場合はじゃあアメリカが関与するんだったら一番最初に、沖縄狙いとかさ、嘉手納基地とかね、まあ、すぐそこの普天間基地とかっていうのも、そういう対象になるかもしれないしね、ゴビ砂漠でのミサイル演習とかありますからね、うん、
ちょっとその辺は緊張感、もっと緊張感を持ってね、あの政治家の皆さんは、うん、日本政府もね、考えてほしいなと思いますね。はい、もう、はい、あとで、ちょっと明るい話題ではですね、毎年だいたい4月頃に、海宜野湾のね、トロピカルビーチの海開きのタイミングに合わせて、琉球海援祭っていうのを開催されてたんですけど、はい、このコロナでねずっと、中止延期になってて、3年ぶりにですね開催が決定しました。琉球海援祭も見事なね、1万発以上の、ね、花火が、トロピカルビーチでね打ち上げられてて、音楽とのこの融合とかさ、そのコンピューターで制御されたあのリズミカルのこの花火が打ち上がるっていうのは本当に圧巻でさ、楽しみにねしてる人多いと思うんですけど、JAL プレゼンツ琉球海援祭2022、いよいよね7月3日に、開催することが決定しました。この琉球海援祭はね今年で19回目になるんですけど、ね、まあ今年はですね特に、僕のこの「レッツ深呼吸」にも以前ね出演していただいたあの木山商店が、あの木山商店が、石垣島出身のね3人バンドの木山商店がなんと琉球海援祭の応援団長に就任したということで、これは番組に呼ばないといけないなということで早速ちょっとオファーかけてみますので、もし木山商店が出演するとするならば7月3日の前倒して2週間前とか3週間前、2週間前か3週間前にこの列深呼吸に出演してくれるかなと、スケジュールが合えばですねぜひ木山商店をお呼びしたいなと思ってます。はい、こんな感じで、まあ最近のね、自治ネタはそんな感じですけど、あとねまあ、これからちょっとグリーン、ツイキャスご覧になってる方はあのグリーンバックで見えると思うんですけど、なんとですね、楽しい楽しいこういう時期が来ました。嬉しい嬉しい時期が来ました。これを好きな人はかなりいると思うんだけど、じゃじゃーん、あ、出ないあのですね、まあ宮崎県の太陽の卵っていうのはね、全国的に有名な、まあ、ブランドになってるんですけど、じゃじゃーん、出ました。これはですねこの宮崎の太陽の卵の、マンゴー、完熟マンゴーと、沖縄のこのマンゴーは品種が全く一緒なんですよ。アップルマンゴーって言って、でしかも、宮崎県の太陽の卵のマンゴーは、じゃあ太陽の卵っていうこのブランド名になるのは何が基準かって言ったら糖度が14度以上らしいんだよね。これ沖縄のアップルマンゴーっていうのは通常で糖度が14度以上あるわけ。通常で、通常で。お、高いっすね。で、あのめちゃくちゃまあ、収穫いいっていうか成熟した年は、はい、18度近いくまでなるらしい、ね。ってことは宮崎の太陽の卵を超えるんだよね。すごいですね。めっちゃくちゃうまいから。もうねこれが、この画像は僕が撮ってきた、画像で3日前の、はい、沖縄の最大のマンゴー農園に行ったわけ。沖縄で一番生産してて、はい、県知事賞も取ったね、はい、マンゴー育ててるとこなんだけど、年間その農場、農園だけで、はい、マンゴー農園だけで年間何トン出荷してると思う？っていうのはあのマンゴーがあの収穫、マンゴーの収穫時期っていうのは、だいたい6月1日から7月の15日までなんだよ。45日間、はい、もう
それ以外はだからもあの自然には できないわけ、うん、でまた1年じっくり育てて毎年この時期、はい、この農園で年間の出荷量どのぐらいだと思う？何トンだと思う？トンで、あ、トンでですか？そうそうそう、4000トンとか。いや、上手。4000トンはすごいだろ。さすがに行き過ぎですね。行き過ぎだろ。頼むよ。4000トンってどのぐらいの量やと思って。いや、もう分かんなくて。全然。まあまあ。それはビビったな、俺が。だから農作物大体なんか、そんな感じかなと思ったんですけど。いや、まあ沖縄だからね。はい、そのいくら。まあまあ土地があんまりないですから、ね。最大の農園って言ってるとしても、大体14トン近く出荷してるらしいんだよね、はい、はいはい、もう全然4000トンとは全然違うんだけど、14トンってもすごいんだけど、この45日間で収穫する量だからさ、すごいこう繁忙期でもう忙しくなるわけよ、来週から。まあでもその期間で14トンめちゃくちゃ大変ですね、うん、またね、僕が撮影しに行った時はまだこういう状態で裸なマンゴーがね、はい、下がってる状態だ、一個一個こう吊り下げてるからさ、はい、そういう状態で、今後ろ袋かかってるでしょ、はい、これを一個一個こうやって袋かけていく作業を今急ピッチでやってるわけ。うーん、これなぜか分かる？袋やるのビニールハウスの中にあるんだよ、虫も入ってこないような状態で、はい、何でしたっけ、これ糖度上げるためかなんかだったと思うんですけど、まあそれも一理あるね、わかんない、わかんないです、これさ、はい、もう本当にもう熟しかかってるわけ、はい、で一個一個この木からさ枝を引っ張ってきて上にこうワイヤーみたいので吊り下げてるわけよ、はい、もう全部 木も高くならないように木の枝自体も下に引っ張ってるわけ、おあ上に高くならないように、でわざと引っ張ってる、そう、実が上に引っ張りやすいように、はい、実が見えるようにね、そしたら作業しやすいわけ、バーって見渡せるから、はい、で、それから今袋作業してるでしょ、袋バーって全部つけていって、で6月に入ったら熟したら自然にポトって落ちるわけ、うんうんうん、袋の中にポトって落ちるわけ、おあなるほどそうそう、下に落ちたら傷つくじゃん、はい、だから袋に自然にポンって落ちてくるわけよ、はい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 、熟したら、でそれをバーって急いで収穫して回収してもう大きさとか玉を選んでわーって乗せていってガン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 出荷していくわけよ、なるほど、ちゃんと落ちるまで待つんですねそうそうそう、だからこれを袋かけるわけ、袋に、はい、の中で落ちるようにっていうことだわけよ、だから袋かけるんですね、そう、勉強になりましたかね、はい、一応我が家にマンゴーの木が2つぐらい生えてるんですけど、あららら、やったことないんで、ちゃんと熟しそうになったら袋しないと、はい、野鳥に食われたり、はい、食べられますね、うん、鳥さんもちゃんと分かるからさ、熟してくるの、はい、もう香りがいい香りがバーって出てくるし、もうおいしいの分かるから、はい、熟したらつついてくるから、おだからまあ、ちょっと赤みがかってきたなと思ったら家でも、はい、袋してで袋を枝のところにつなげておいてポトーンと落ちたらもう枝にブーってぶら下がるみたいな袋が、そんな感じでもし家庭にワニとかねマンゴーの木がある方はそういうふうにしてほしいなと思いますね。ありがとうございます、いいこと聞きました、はい、でこれがねもう来週からもう収穫の時期、来週再来週だねメインは、そういう形になってくるんだけど、これをですねなんと、僕のライブコマースで今、予約受付中で予約されないと購入できないっていうことになってるので、限定今30名っていう限定でね、予約一昨日ぐらいから、取ったんですけど、もう13名の方はもう予約入ってて、はい、まあ、予約の幅が、50名になるか広がるかは、まだ分かんなくて、今週いっぱいか来週ぐらいになると分かるのかな。で、予約の先着順から
まあ、購入できるっていう、システムなんですけど、いやもう本当にね、宮崎のこの太陽の卵と沖縄のこのマンゴーさんはアップルマンゴーっていって品種が一緒で、で本当にもう味も引きを取らない、むしろ、糖度が上の場合もあるっていう、上のものが多いんじゃないかなと思うんだけど、それが、宮崎マンゴーよりもだいたい2割安ぐらいで買えるからさ、結構あのお得にね、食べれるので、もう年間通してこの時期しか食べれないのでね、その辺はもうぜひ見逃さないでほしいなと思いますね、うん、あれ CM 行ったかな、行ってないです、行ってないね、はい、あ、さっきのリクエストも含めて一旦行きましょう、はい、だからちょっと このタイミングで行くんだと思って、あの準備間に合いじゃあ戻しますね。あの番号切られてる画像はこれですか、ね、そうそう、これうまそうじゃない、美味しそうですね、こうやってカットして食べてる、ヤンコ。いや、もう普通に。え、ガブガブ。皮むいて。リングみたいに。はい。あ、僕以外に食べるしね。もうスプーンでくり抜いたりとか。あれ結構繊維があるから、スプーンでくり抜いたら食べにくいんじゃないの。いや、もうガッツリですもん。別にガブガブってます。いろいろ食べ方あるけど、この食べ方が一番食べやすいって、まあ、上品ですよね、うん、全然難しくないんだよこれ。人と分けるんだったらいいなと思うんですけど、うん、本当に我が家で食べるの僕だけなんですよ。果物みんなあんまり好きじゃない、うん、いやこれね、あの難しいっていう人もいるけど、もう全然簡単だからさ、うん、僕はもういつもこうやって食べてるんだけど、あとでそれもね、あのお伝えしながら。いや、すごいよ、マンゴー。僕のところで何十キロ出荷するかなっていうのが、楽しみでしょうがないな。1年に1回のボーナスみたいなもんで。いや、僕はあの、だから交渉に、行ったわけよ、このナンバーワンの農家に、はい、そこは一切、取材も拒否、撮影も拒否の農家たくさんで、新規の取引もほとんどしない、はい、もう固定の取引先だけ、なんで受け入れたかなと思ったぐらい、よく OK 出ましたね、タイミングが良くて意気投合しちゃって、はい、いや普段あの取材も拒否してるし、撮影も一切、立ち入りもさせませんって言ったけど、入れてくれて、撮影、動画まで撮って、で、取引できるようになったから、超ラッキー。ありがたいですね。うん、マンゴーは美味しいですよ。最高だよね。みんなにね、食べてほしいね。だって1年で、この時期しか食べれないからね、うん、長くて、まあ、8月いっぱいぐらいまでかな、もうなだって、スーパーからなくなるさ、あるのは一時期だけだ、そうです、一瞬、だからそのタイミングで買わないと、だからまあ、ちょうどお中元時期でしょ、お中元にマンゴーを送ったりとか、はい、してるけど、その時期しか、お中元にしかマンゴー出さないって思ってる人もいるかもしれないけど、その時しか収穫できないってことだからさ、そもそもないよね、うん、なんかうちはあの昔おばあちゃんがずっとマンゴー手入れしてたんですけど、うん、もう庭を触れなくなったんで、もうずっと放置状態だったんですよ、うん、
がもう生え放題だったんで、昨日、あ、去年僕がもうチェーンソー全部バッサリ切ったんですけど、また生えてきてるんで。いいね。マンゴーって多分切らないといけないんですよね、あれ。だからもう一回全部バッサリ 丸裸にしたんですけど、剪定したり、はい、あの盆栽みたいにさ、だからマンゴー農園はもう下に引っ張ってるって言ったでしょ、はい、あの上に高くならないように。そうそう、結構高くなりますよね。ワイヤーで引っ張ってさ、はい、実が出たらこの枝は細いから、うん、しかも柔らかいに手でいけますか、ね、この枝からこうやって上に、の棚を作ったら上に吊り下げてやるんじゃない。はい、じゃあ CM 間もなくです、はい、はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしてます。ちょっとね、時間配分を間違えまして、もう残り、もう5分6分切ってんですけど、いや、あのもうマンゴーをね、マンゴー農園見てきても大興奮してね、いや僕初めて見たんだけど、もう壮大な景色、うーん、ずーっと遥か向こうまでマンゴーがこう吊り下がってるわけよ。すごいですね。あの木にマンゴーがなってるのは人の庭で、まあ、キャン君が言ってたけど、はい、人の庭で見たことあるわけ。あ、マンゴーってこうやってなるんだなと思って、うんうんうん、みかんみたいになるんだなってっていうのしか見てないから、マンゴー農園行ったらもう本当にね、あれ盆栽みたいにマンゴーの木が上に伸びないように下からワイヤーで引っ張ってて、同じぐらいの高さの木になってて、その上にマンゴーの実がまた上の棚からワイヤーでぶら下がって、実だけが上にドワーッと出てるわけよ。でそのでっかいこのビニールハウスが、うん、2カ所あってさ、この2カ所見せてもらったんだけど、もう壮大な景色だったね、あれね。いやー、こういうの見ると感動しますよね。びっくりした。いや、ずーっとさっきまで、あれ全部マンゴーなのみたいなね、もう赤い玉がブワーって奥まであるからさ、うわー、写真撮りたい。しかもね、もうここはもう取材拒否で有名なところで、でそういうカメラが入ったのを初めてって言われてめっちゃ嬉しかったんだけど、その、とっても美味しい美味しいアップルマンゴーをね、販売できるっていうことになったのでめちゃくちゃ嬉しいんだけど、まあ時間がちょっとないんですけどね、もし、時間ありましたら、スマホでアップルストアで、ピースユーっていうライブコマースのね、プラットフォーム PCU を、インストールしていただいて、そこから力丸商店、力丸商店を検索していただくと、私の、ライブコマースの、ね、サイト、チャンネルが出てきますので、それをフォローしていただければ、僕がこういった番号 とかですね、今は予約取ってるんですけど、まあ、それ以外にあのいろいろね、モロミスとかアセロラとか、そういったのも販売してますし、さまざまなね、ライブコマースで、商品をご紹介してますので、そこから、まずやってみてください。そしたら今でしたら、あの先着、予約順で、来月入りましたらマンゴーがね購入できるっていうことですから、今のところ県外の方が多くてですね、ライブコマースでの予約はですね、県外の方が主にで、もちろん県内の方もライブコマース通してじゃなくてですね、私直接で販売してるっていう形になりますので、もう本当にこの期間しか食べれないっていう貴重なね、もう美味しいの食べたら人って幸せになるじゃん。幸せな気持ちにね、ぜひなってほしいなと思うので、沖縄のこのアップルマンゴーをですね、ぜひ、ご賞味いただければと思いますね。めっちゃうまいよ。もう俺もうマンゴー大好きでさいや、このまあツイキャスご覧になっている方は、画像でね見てるんですけど、食べ方としてはですね、このマンゴーの種って、平たいんですよ。平たいですね、うん、平たい感じで、その
平たい種に沿ってカットして、両サイドをカットして、でそれをこの半分の部分をですね、果物ナイフとか包丁で5番の目にさっさっさっとこう、まあ、熟してるから簡単に入るの で、うん、で先は皮の方で止まりますから、スースースーとこう5番の目に、切っていただいて、それをくるっと裏返せば、とてもね花が咲いたような形で食べやすくなるの で、そういう形で食べていただいて、で真ん中の種の方は、皮だけバーって剥いて、ガシッガシッガシッとこう皮の周りのね実を食べるのも、またこれも、楽しみの一つなんですけど、まあ宮崎さんのね、アップルマンゴーと品質は一緒で、価格的には、宮崎のねマンゴーよりもだいたい2割ちょいぐらい安くなってますので、ぜひ美味しいマンゴーをですねご堪能いただければと思いますので、また、マンゴーの話題はもう来週再来週また、収穫時期になってもお話ししたいなと思います。はい、この時期だけのね話ですから、ぜひ、ゲットしてください。まあ、お近くのスーパーでもね販売されてると思いますけど、お安く手に入りますんで。あ、埼玉の郷さん、おしゃれな背景ですね。マンゴーの美味しい背景でやってます。はい、ということで、あっという間の1時間でしたけど、また皆さんですねお体に気をつけて、また元気で来週お会いしましょう。ということで、今日のお相手はリッキーとキャンでした。また来週お会いしましょう。お疲れ様です。